ンネル。ジョッ。こんにちは。さあ開幕しましたけど、はい、プロ野球、うん、ここで今年はですね、はい、新人新戦力、うん、結構出てますね。多いですね、出場機会が、うん、セパともに結構、うん、はい、これをどう見るかですね、うん、新人がすごいのか、はい、既存のいるやつらがヘボいのか、はい、そこ考えちゃいます。いや、めっちゃ俺は考えるのよ、はい、そのやで、うん、そんな新戦力ばっかりに、うん、新人ばっかりに仕事場、うん、数限られてんのよ、うん、はい、プロ野球、まあそうですね、それを簡単に奪われちゃうの、うん、結構レギュラーで出てますもんね、うん、投手とかでもね。いやでもすごい不思議だなと思うのは、不思議というか2020年のドラフトってそんなにまあ甲子園だったりとか、うん、あんまり見る機会って少なかったじゃないですか、うんうんうん、そこで選ばれた人たちが活躍するっていう、うん、なんかいいですね。だからよ、高校生があんまり取れてないから、はい、社会人大学生取ってるところも多いから、あ、そう、出だしが早いんちゃうかっていう。なるほど、即戦力を取ってるチームが多いってこと。そう高校生あんまりね、はい、まあ取ってるよ、はい、取ってるけどそんな言うほど取ってないから、はい、そこがあるのかなと思いながらもよ、はい、ちょっと既存の選手のだらしなさを感じる今日この頃、はい、でもよ、プロ野球にとっては、まあ、面白いじゃんね、うん、新戦力が。いやー、すごい楽しみになります、ね、だからここで、はい、1週間約開幕してから経って、はい、佐々木チャンネルでは、はい、新戦力、はい、新人チェックチェックしちゃうっていうね、はい、ここに来て、はい、早めにしないと、うん、いなくなっても困るし、いるうちにいるうちに、はい、じゃあまずは今日はセリーグ編ということで、はいはい、まあ今一番のやっぱ一押しから俺は行った方がいいと思うんで、はい、じゃあ袴田さん、じゃあ一押しはセリーグ。いや、もうでも一番やっぱ話題に出るのはもう佐藤くんじゃないですか。佐藤くん一押し、はい、話題性はね、話題性は、うん、でももう、はい、俺の一押しは牧。ああ DeNA、 はいはい、すごい出てますね。まずよ、うん、3番、はい、いきなりクリーンナップ、うん、しかもよ、はい、ドラフト1位じゃないですよ。そうですね、2位よ、うん、まあでも DeNA の2位は実質上の1位だけどね、はい、ウェーバーで帰ってくるの早いからね。そうか、そうか、はい、1位2人取ってるような、あ、もう、うん、もうよ、ヤクルトとか、はい、でもよ、はい、パッと見ね、うん、パッと見た時に、はい、えベテランですかっていう体型、うん、体も仕上がってるよ、ね、がっちりして、ね、してますよね。あの顔に、うん、申し訳ない牧、ごめんね、はい、申し訳ない、はい、顔に若さが全くない、うん、もう長年いる、うん、なんかもう主力級の顔つきしてる、はい。あ、そうですか。ニュースで打ってるとこ見ましたけど、うん、私そこまで思わなかったですけど、ちょっと見てみますね、うん、ちょっと若さないよ、もうなんか長年いますみたいな雰囲気、はい、だからそこもいいのかな、うんうん、でもね、このね、牧野打てている理由は一つよ、はい、見てたのずっと、はい、試合、うん、打席、はい、だいたいどこのチームも、うん、これはね、もう新人とか新外国人も全員そうなんだけど、はい、外に緩く、内に速く、うん、がもう基本で攻めていくのね、はい、で、まあよくね、その張本さんとかも番組でインコースの速い球が打てるかどうかがってよく言われるけど、はい、もうそんなところみんな難しいのよそもそも、うん、それはもうそこ打った、もちろんそこ打たなきゃいけないのよ、うん、打ってることが一流の仲間入りなんだけど、そこどうかっていうところでやっぱ絶対攻められるのね、はい、間違いなく、うん、そこがよ、牧野、うん、あ、これあれか、分析しなきゃいけないからごめんね、いきなり打てなくなったら俺のせいじゃない、はい、俺の分析、あ、これも個人の見解です、はいはい、分析よ、うん、アウトコース寄りの方が強いと思うの、はい、バットの出がから見たらね、うん、だから多分多くのチームもアウトコースよりもインコース速い球攻めてアウトコースに曲げたり落としたりっていう、はい、まあこの基本で入っていくわけ、うん、それがよ、牧よ、はい、まあ、インコースはそこまで俺はまだ強くないんじゃないかなって開幕見てから思うんだけど、はい、インコースも打つのよ。ほー、あのね、はい、30日のヤクルト石山から の、はい、あの9回インコースをレフト前、うん、で高梨からもう31日インコースをライトへの、うん、インコース寄りをライトにツーベースだからね、はい、でその後6回裏に初球のスライダーホームランっていうところで、多分ね、抜け球とかアウトコース寄りの方がバットがいい感じに伸びて強いと思うからみんなインコース攻めるんだけど、そこインコースも打つからいけないのよ。だから俺はインコースかアウトコースかどっちが得意かっていうと絶対アウトコースの方が得意だと思うの、うん、でインコース攻めました、はい、打たれるからインコースも無理にいけない、うん、アウトコース得意の方に行かなきゃいけない、うん、打率上がるみたいな、うん、
だからそこが今高打率を埋めてるところかなっていう、はい、だからインコースのもうそこまで多分好きじゃないと思うけど、うん、インコースのさばきもいいから、はい、そういったところがやっぱりね打率が出てるところだと思う。だからみんな今ね困ってると思う、どうするか末期に、はい、それぐらいでもまあいいバッターってことなんですね。いい、だからこの出だしが この、うん、これがね佐藤君と違うところなんです、はい、佐藤君は逆にインコースバンバン攻められて、はい、でそこ対応できないで、うん、で迷ってアウトコースに落とされてっていうところで打率が上がってないの。うん、だから多分ずっとその攻めされる、はい、打つまで、うんうん、で昨日もホームラン打ったけど、はい、チェンジアップの時は、まあ、反則球の甘めは強い、はい、でもそれを多分今日からの試合もずっとやられるので、うん、克服しない限り、はい、で牧はそれでいってそこ克服してるから、うん、相手が困って、うん、また勉強するから、うん、いい感じでいけると思う。牧は対応力が高いってことですか。牧はね、牧先生、はい、で佐藤君も、うん、俺打つと思うの、はい、問題は、うん、でも佐藤君のこの 1週間、はい、見てきて、うん、打率が1割7分4厘、はい、でホームラン2本、うん、だからまあオープン戦のね成績から見ると物足りなさはあるんですけど、はい、ここまで打ててないのによ、うん、ホームを小手先でやってないところがいい。え、小手先でやってないってどういう変化が、はい、ずっと一緒、うーん、だから同じ形で打つ、はい、でもポイントが近いのよ、うん、基本的に、はい、だから多分オープン戦の時は仕上がってなかったから、うん、ポイント近くても多分対応できたと思うんだよね、はい、でそれが一流クラス仕上がってきたから、うん、やっぱストレートのキレが格段変わるから、はい、ポイント近めで対応できたところが多分キレが増すからポイント近すぎて対応できなくなってるので、はい、でもそこのフォームを変えてないところがいいと俺はいいと思うのね。でそこが意識する縦落とされるっていうところで今すごい苦労してるんだけど、はい、でもアウトになるの持ってるのも形は一緒だから、はい、まあ、おかわり君みたいな感じ俺から見たらね、うん、だからここもう我慢だね今。フォームを変えないのはじゃあなんでいいんですか。小手先で変えると良さが減るから、はい、その日はいいかも分かんないけど、はい、やっぱりブレてくる、ブレてくると変化しすぎて、うん、結局どニッチもサッチも分かんなくなるパターンあるの。だからそのいいものはいいから、はい、ここあとはね慣れなの、慣れだけ。フォームが悪いとこ言ってないの、うん、フォームが悪かったら変えなきゃいけないけど、はい、フォームが悪いわけじゃないから、うん、もうあとは慣れだから、うん、このプロのスピード感とかを慣れる必要性あるから、うん、そう慣れてくるまで我慢してどこまでいけるかどうか勝負だね。慣れてきたらまあもうガンガン打つかもしれない、打つかもしれないし、うん、でもそこが明らかにずっと前の動画で言ったけど、うん、プロにはの長所っていうのは意識しなくても打てるところ、うん、短所は意識したら打てるところ、うん、逆に意識しないと打てないところが短所って言ったけど、はい、今佐藤君が攻められてるここを意識したら打てるのかが勝負なの、うん、あなるほど。これが意識しても打てないんだったらちょっと苦しいけど、うん、だからそこに今ねせめぎ合いで落としてるけども、うん、反則球の甘くなると強い、はい、だからそこだけをミスショットしないで打てるかどうかが勝負と、多分今日からもここ攻められるから、だから佐藤君がここを打て出すと一気に上がると思う、うん、ああそうなん だそこを意識して打てるかどうかが勝負だね、はい、ミスショットしないで対応力、そうそうそう、そうフォームを変えないで、うん、そのポイントの意識の違いだけで対応できるかどうかが勝負だけど、うん、そこができるかどうかだね。でも今日からも、今日からっていうか、まあ、今日これ土曜日だけど、うん、まあ、昨日からも、はい、どんどん攻められてるはずだから、うん、ここが勝負どころだね、はい、多分変わらない、多分アウトコース一辺倒でいくと打たれる。へえ、こういうのってコーチの方が気づいて対応の仕方とかこうやっていく、うん、でもまだ早いね、まだ早い、そのあんまりいじくらない方がいいよね、うん、もうちょっと我慢でね、もし佐藤さんがコーチだったら別に言わずに、言わない言わない、もうちょっと見ながらね。へえ、うん、あとはちょっと頭のね疲れを取るだけのコミュニケーションは取るけども、形は変えなくてもいいと思う。そうなんですね、まあ、この打線はこの2人がいいかな。はい、あとやっぱりね投手陣はね、うん、やっぱりこの大道、森浦、栗林の広島さんにえげつなくいいね、うん、で森浦投手も、はい、オープン戦で見た時、キャンプで見た時より、はい、その時の実感は球遅いなって、はい、でもまあコントロールと変化球で切れて勝負するタイプかなと思って見てたら、開幕したら思ってる球速くて、はい、押し上がってきたなっていうね、うん、これは頼もしいっていう、はい、しかも堀江と最後、ね、左の2枚、うん、看板で、あと大道もね、うん、先日プロ初登板しましたけど、はい、まあ、ヒットは打たれましたけど、やっぱり頼む力あるから、うん、これいいんだと、うん、栗林が最強にいいって、はい、そうですね、まあ、栗林のいい点はね、うん、フォークボールをストライクにも投げれるし、うん、勝負球でも投げれる、はい、でカーブもいい、うん、でストレート力あるっていうところで、多分ねカウントが不利になっても変化球も多彩だから困んないね、うん、で力勝負もできるっていうところでね、はい、いいのよ。
あ、じゃあもうこれからも、うん、しかもウィークポイントのね、はい、この広島っていうのはリリーフ陣がウィークポイントの中で、うん、そこでその3人が埋めてるから、うん、今やっぱいい形で勝ててるから、はい、もうスタミナだけだね1年間どうだけるか、うん、でもまあ、うん、いいよね、いい人取りましたね、うん、であと阪神のピッチャーの伊藤君、はい、この前プロ初先発、正志選手ですね、うん、あの勝ち星はね、うん、つかなかったけどもいい感じで投げれてるんで、はい、そこをね継続して緩急をつけながらできるか、でもねやっぱりストレートスピードが落ちてくると苦しくなるんで、うん、そこは保てるようなトレーニングをしなきゃいけないなっていうところと、はい、あのヤクルトのね山野君、うん、まあ、ちょっと出足ね、はい、苦しかったね、そうですね、まあでもね、うん、そんな全員が成功してても困るのよ、はい、でもここがねホップステップジャンプで、うん、ここのこのやらかしちゃったのを修正して、うん、次の機会どこまでチャレンジできるかね、でもヤクルトでこうすぐまあチャンスもらえるっていうのはいいことですね、うん、しかもまあ投手陣がね薄いから、うん、チャンスあるから、はい、まあ、これをねバレにして頑張ってもらいたいですね、膝投手より先に先発して、そうだね、基礎来るかと思ったけどね、はい、あと本山ホームラン、そうですね、だからここもねあのまあショート、まあ、西浦と勝負だったりね、はい、山田テストが出なかった時セカンドを回ったりとかしましたけどもね、あのホームランでね一気に味方が変わると思うんで、はい、まあ、そんなにね内野陣もあの熱いわけじゃないんで、ちょっとここでね、まあ、外国人もまだね来てないというか登録されてませんし、はい、そういった面でもちょっと期待値が上がるね、アピールチャンスですね、うん、あとネオ、はい、打率は上がらないけど、うん、積極的に頑張ってる、はい、だここも掴めるか勝負だね、いいところもあるのよ、はい、高木恭介があれねタイムリー打ったりとか、でもまあ打率が上がってこないんでね、うん、まあ最初は我慢だね、でもそこまで我慢できないから、はい、どこまで我慢できるか、でもどうですか期待値としては、いけ期待値はあるけど、はい、まだみんな優しいから、はい、うん、いいねって言うけど、はい、1割台だからね打率、ここが踏ん張りどころよ、我慢もね、はい、限界に達するっていうところもあるんで、こう使われてるうちにね、うん、結果出したいですね、はい、守備とかもちょっとポロポロしてるんでね、うん、外国人も来ちゃったりするとね、はい、まだ出番が変わるんで、うん、まあ、ここをね踏ん張りどころするなと、はい、福田がね怪我して出遅れてるっていうのもあるんで、まあ、そこチャンス来てるわけよ、うん、そこでやっぱり結果残さないと、その既存の人が帰ってきたら、うん、グッバイファームになっちゃうんで、はい、そこはまあ頑張ってもらいたいなっていうね、まあ、そう、あでも今年はそうですね、外国人がまだ来てないっていうところもあって、出やすい環境もあります、ね、そう環境にあるのよ、だからそこがチャンスなのよ、うん、マキとかでもファースト出たりしてるけど、うん、外が来たらもうセカンド行かなきゃいけないからね、そうですね、うんうん、そういったところで、あと関根がね、はい、DeNA はめちゃくちゃ頑張ってるけど、うん、オースティン来たらどうすんねやと、はい、このままでもセンター関根で行くかみたいなぐらい頑張ってるし、うん、はい、だその外国人選手が来ない間に頑張ってる選手たちも非常に多いですよね、うん、はい、あと入江、あ DeNA ドラフト1位、はい、まあいい球あるけどもう一つみたいな、うん、もうワンランク上げようみたいな、はい、だからまあ可能性はあるよね、うん、だそういったところで、まあそのね、甘めにならないようにもうちょっと全体的な投球のクオリティを上げていきたいですね、うん、まあでも楽しいね、新戦力バンバン出てくるから、あの見てて楽しいです、ね、ニュース見るのが、うん、プロ初登板なんとかだとか、うん、だ佐藤君いいよね、打ったかなってみんな見るから、ね、そう今日どうだったかなって注目しちゃいますよね、そのおかげで牧が、だから牧が大活躍今、うん、今だから一番頑張ってるのはやっぱ牧、はい、森浦、栗林じゃない、あそうですね、この3人が言えつないね、うん、だから新人王レース、はい、どうなるか分かんないけど、あれなんか予想ってしたんでしたっけ、新人王の予想って、新人王の予想はしてないよね、してないか、さすがにそれは当てれない、当てれない、今からする栗林かからだとなんとなく想像ついちゃうじゃないですか、うん、でもまあピッチャー栗林、うん、バッター牧がね一番頑張ってる、今のところ1週間だとそんな感じしますね、でもやっぱ楽しいね、はい、だそういった面でもね、まあ、今後もね怪我なく1年間持てる体力、ここが大事だから、はい、維持しながらどこまで頑張れるか期待したいですね、そうですね、はい、明日はパリーグ編です、はい。